箱根の達人がお送りする孤高の旅人、箱山幸太郎のこだわり旅です。今回は1泊2日の箱根旅行をしてみた。予算はなんと交通費も含め1万円台。一体いくらでどれだけ楽しむことができるのか、ぜひ見てほしい。箱根旅行は箱根湯本駅から始まるぞ。箱根湯本駅周辺にはたくさんの食べ歩きスポットがある。おお、なんだか香ばしい醤油の香りがしてきた。味のメーカー手焼き堂だ。さまざまな種類のせんべいが売られている。有名なハート型の焼きたてのり巻きせんべいを食べよう。炭火で実際に焼いている様子を見られるぞ。この醤油タレは毎日継ぎ足ししているとのこと。海苔にも炭火の香りをつけている。ありがとうございます。1枚ずつ手焼きしてくれるせんべいは炭火焼きの香ばしい香りがして食欲がそそられる。続いて箱根湯本駅から箱根登山鉄道で強羅駅へ向かって箱根強羅公園を目指す。今回の旅では大涌谷切符を使う。大涌谷までの登山電車やケーブルカー、ロープウェイが2日間乗り放題になるお得な切符だ。強羅駅からは箱根登山ケーブルカーに乗り換えて公園上駅まで約5分。降りるとすぐに箱根強羅公園がある。箱根強羅公園は大正3年に開園した日本最古のフランス式成形庭園。箱根バラをはじめとする季節の花を鑑賞できる。入場料は550円だが、大涌谷切符を見せるとなんと無料で入れるんだ。夏はここから大文字焼きを見られる。駅からすぐなのでぜひ立ち寄ってほしいスポットだ。箱根強羅公園から歩いて7分、2021年1月にオープンしたリノベーションカフェがある。コーヒーキャンプだ。もともと農協強羅支店だった建物をリノベーションしたおしゃれなカフェ。コンクリート打ちっぱなしでクールな印象がある一方、ウッディなインテリアからはぬくもりを感じられて、なんとも居心地がいい。ハンドドリップコーヒーを注文。注文してから丁寧に入れてもらうコーヒーは格別だ。いいスポットで休憩できた。次へ向かおう。コーヒーキャンプから歩いて15分ほど、箱根美術館にやってきた。日本陶磁器をメインに展示しており、テーマを掲げて特別展示も行っている。茶室神話亭では落ち着いた和の雰囲気で苔庭の風景を眺められる。ここでは季節のお菓子と抹茶をいただける。苔庭を眺めながらいただくことでより和の雰囲気を味わえる。箱根の中で最も歴史のある美術館で、岩の組み方や天井など至る所に見どころがある。落ち着いた気分になれるおすすめのスポットだ。オンラインでチケットを事前に購入すれば1620円が1300円になるぞ。温泉ゲストハウス箱根テントに到着した。先ほどお邪魔したコーヒーキャンプと同じ会社が運営しており、旅館を改装し2014年の6月にオープンした温泉付きゲストハウス。ゲストハウスらしく、みんなが交流できるための工夫が至る所にされており、旅行先での出会いも楽しめる。客室はベッドタイプの1人用個室や2人用個室、和室のお部屋もある。食事の前に温泉に入ろう。24時間利用できるのは嬉しいな。こちらが石風呂だ。大涌谷から引かれている白濁の硫酸塩塩化物泉を源泉かけ流しで堪能できるぞ。もう一つのヒノキ風呂も見てみよう。石風呂とヒノキ風呂はいずれも貸し切りで使える。体も温まったことだし、一杯いただくとしようか。マルゲリータと神奈川の日本酒で乾杯。手作りのオリジナルピザをオーダーが入ってから一枚一枚生地を伸ばして焼いてくれる。くぅー、最高だ。もう一杯いただいてしまおうか。ごちそうさまでした。美味しかった。それでは明日に備えて休むとしよう。
2日目も箱根を楽しむぞ。箱根テントから歩いて3分の強羅駅へ、箱根登山ケーブルカーで早雲山駅へ向かう。ケーブルカーとロープウェイの乗り換え駅である早雲山駅にはクーモ箱根がある。ここでしか買えないお土産がたくさんあり、見ているだけでもとても楽しいぞ。クーモ箱根の人気メニューを注文してみた。ニューベルはまるで早雲山の空に浮かぶ雲をそのままカップに乗せたかのようだ。雲パンはほっこりと温かくてふわふわ。中には小田原で創業170年の加藤平太郎商店の甘い味噌が入っている。甘じょっぱくて美味しいぞ。このレトロ温泉タオルはパッケージも可愛くてお土産にぴったりだ。クーモ箱根には足湯があるぞ。ふう、気持ちいい。足湯に浸かりながら自然を眺められるなんて箱根らしくていいじゃないか。早雲山駅から箱根ロープウェイで10分、大涌谷に到着した。2015年の火山活動以来立ち入りを規制していた自然研究路がなんと2022年3月から入れるようになったんだ。今回は自然研究路がどのようになっているか見に行ってみよう。しっかり予約済みだから安心してほしい。まずは箱根ジオミュージアムで受付、代金を支払っていざ出発だ。ヘルメットをかぶって中に入っていくぞ。一つずつシェルターを移動していく。火山性ガスを含む噴煙の影響で草木は枯れ、岩石は赤茶けた山肌が見えている。4号シェルター付近に到着。ここで名物黒卵を作っている。白い卵を1時間つけると黒くなるんだ。黒卵を作る様子は運が良ければ見ることができるぞ。硫黄の匂いが他のところと比べてかなり強くなる。お、ラッキー、運がいいと黒卵をミニロープウェイで販売所まで運ぶところが見えるぞ。このまま7号シェルターまで行き、自然研究路を一周して終了となる。お、上から黒卵が降りてきた。最後にラッキーなシーンを見られたな。黒卵は500円で購入できる。作る様子を見た後に食べる黒卵はなんだか特別な感じがするな。箱根ロープウェイとケーブルカーを使って箱根湯本駅に戻ってきた。今回1泊2日で使った金額は13,435円。これからも箱根のお得な回り方や最新の情報を達人目線で紹介していくので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それでは次回の箱根旅もお楽しみに。